おはようございます。おはようございます。ちょっとどこですか？ここ編集長の家。ちょっとそうですね、今日塗装するんで実家を。そうですね、私が管理で。そうです、でリュウジ君に組んでもらうんですけど。おお、やばい、いる。リリちゃんがはーいとか言って出てきたら、あ、出てきたら、はい、あ、えとかなりそう、えとかなりそうですね。あ、それでちょっと喋ればいい。はい、ございます。はい、出てる。あんなそっけない感じなんですか？じゃあ開けます。おはようございます。寝やつのお前。おはようございます。勝手に入ったらまあダメでしょ。はい、そっち勝手に入ってたらいかんやん。いや、アイノスですね。は？僕らのアイノス。アイノス？アイノス？はい。嘘だからちょっと頭おかしい。アイノス？はい。お前の口からそんな言葉が出てくるの？はい。その前に住居侵入で訴えられるよ。大丈夫です、ここ僕んちっす。違うでしょ。僕んちっす。違うて。僕んちっす。いや、マジです。え、本当？ガチです。マジです。いや、違うて。ガチです。だって、表札。伊藤なんてこの世の中に伊藤みたいな3人ぐらいです。おはようございます。おはようございます。この現場は組みやすいですか？組みづらいです。組みづらいですか？どっちかっていうと。あ、どっちかっていうとですか？いや、そうやん、組みやすいか組みづらいかどっちかっていうと組みづらいです。例えばどういうところが組みにくいか。どういうところ？はい、普通の家と違って壁が真っ直ぐなところがないよね。はい、なんか斜めに取ったり、はい、突起物っていうか、なんか物が出てったりさ、はい、まあ、あと一面斜め取ったのがあったりとか。ああ、この斜めになってる壁ってどうやって組むんですか？斜めに立てれないですよね、支柱。立てれない、立てれない。だから基本だから一番へこんでるところに合わせて、はい、だから進んでくる。あ、そうなんですか。そうそうそう。え、じゃあこうだんだんだんってなるか感じになるってことですか？まっすぐは通してくるんだけど、はい、上の壁触るようにするにはできるだけ中に押さえなあかんから、はい、まっすぐ飛んできて上の壁が触れるように中に組んでくる。へぇ、大変ですね。大変だね、みこ。お前んちはね。ぶちゃぶりだけど。そうそうそう。お疲れだったら、でも今日は諦めようって帰るで。どこが一番めんどくさいんですか？自分の中でどこが一番めんどくさいと思う。はい。狭いところですかね。どこ？あっち？確かにあっち結構激狭。狭いところはいい。足場が通ればまっすぐ組めるから。はい。じゃあ自分に対してどこだと思う？僕は狭いところです。だからその次に、次に。次に？今斜めのところですかね。なんで斜めのところが決めづらい？ザザザザ。何ダンダンダン。喋ってること言っちゃうけど。お前そういうこと考えんから足場のこと分かってないってことだね。そんなことられますよ。あの下屋根のめっちゃ急なところ、下屋根っていう、なんかめっちゃ急な屋根、そっち側にあれ下屋根っていうか、もうあれ屋根、もう ほぼ壁みたいなもんですけどね。でもあれはもう壁みたいな感じでも組んじゃう。だから計画こんだけすごい効果あるじゃん。はい、結局持ち出しすればいいから。あ、ブラケットっていう。はい、はい、さらにその上にある屋根は、はい、屋根足場こんな感じで、はい、もうあの急なところはもう壁みたいな、出しちょっと出してみたいな感じで。そうそうそう、いただく。あ、なんかあと正面もなんか出っ張ってますよね。なんかピョンって。そんな悪口言わないでくださいよ。いや、悪口じゃない。家の形の説明をしてる。違う、家の形の説明。もう私が一番一人で、多分あ、めんどくさいんだろうなって言ってましたもん、最初。伊藤くんちめんどくさいよなって。そんなん言ってないし。一周ぐるっと回ります。回るの。そうですね、回ってみます。どんな家か。ここお前が言ったら、面倒くさそうなのか。でもこれブロックにこれドンってやったらまっすぐ組んだけどね。あー、これにしたらいけますか？いけるいける。あー、ただ逆に楽で、ブロックだって壁からの花火測らなくていい。あ、何もなかったらいちいち全部測らなきゃいけないってことですか？そうそうそう。だけどもう壁からブロック沿わしとけばいい。沿わしとけばもうまっすぐ叩くだけだけで終わりで、あとは上組むだけだ。あそこの方が狭いですかね、こう曲がったところですかね。あ、この、あんなとこだって結局歩道で出さなか。そうそう、あんなとこだって中で組んでも職人さんは多分いけんよ。ぬれんし、板入らんし。ああ。
で、そこに少しだけ出さんと、はいはい、あのウルトラマンみたいな出るとこに入りましょう、はい、ウルトラマン何なんか自分の特徴を知らんの家がちょっと分かってないです。分かってないだろ、これお前。ダメだよ。ここは全然、これですよね、って言われた。まあでも視聴者からしたら、あの、リュウジさんから説明してほしいってことですよね。いや、自分で説明しろよ、そんな。自分の家だからですか。何が。え？いないよ。こんな甘ったるいもこんな熱いじゃないですか。喉乾くだけやねん。はい。あっち。いや、あっち行った方がいい。狭いから。全然広いです。ねえ。ここは広い。うん、全然広いじゃん。謎の部屋。あ、確かに謎の部屋。ん？これ確かになんで、なんであるんだろう。知らんよ。でも倒れ止めとかじゃないの？塀の違うの？あ、そういうことですか。住めるところにですか。ウルトラマンですか。そうそう、ウルトラマン。あと、お前の塀にジャイロ入れ込むのがちょっと大変かな。ちょっと部屋まで公開できない。部屋まで公開できない。テーブル作ったで、お前の部屋の中に足まで。足まで。社長家みたいに家足まくんのだろう。あ、確かにいいですね。それやりましょうか。二段ベッドと、あいつ作っといたろ。いいよ、全然。無料で。いや、絶対に心地悪いですよ。その代わりドッキリかけさせたの。それすっごいっすよ。すごくねえじゃん、俺が何回ドッキリかかるったろ。だからもう、お前次ドッキリかけるしかねえじゃん。ウルトラマンはどこですか。どこだと思う、自分の中でどこ。わかるだろ、そんなもん。うん、さすがにわかりますね。あれですか。それしかねえだろ。あいつ怒ってるんですか。どうめんどくさいんですか。どうめんどくさいって。まあ、確かに自分でちょっとイメージしてみてよ。足場、何回も見に来てるでしょ、あなた。はい。ね、足場っていうのは、まっすぐ組むのが一番楽や。うん。でもクランクするのって一番大変なんや。どういうふうに組むんですか。どういうふうに組むの。確かにここちょっとピュって出っ張ってる部分はもう ここに合わせてまっすぐ組むんか こんな感じで壁に沿ったら足場組まなかんから絶対に壁に沿ってここだけピュって避けるみたいな感じですか。うまく離れが取り入れするんだったらま、はい、っすぐ組んでブロックの上で手前板入れれるじゃん、はい、あ、はい、隙間にこう、はい、でそのまま折り返す。あーえーって感じ分かってねくせに。いや、先生こんだけ出てまた入り組んでるからそうそうそう面倒くさ、あ、大変そうですよね。なんでた？なんでもない。違う違う違う。その面倒くさが出た。いや。だから結局家からいろいろ飛び出てるところは全部大変ってことだよ。ああ、日差しとかもですか。そうそう、日差しいっぱいありますよね。もしかして全部面倒くさいってことですか。まあね。いや、大変。うん、まあね。時間がかかるだけで別に面倒くさくないですよ。え、あちょ駐車場なんですか。側面とか。どうって見たらわかるでしょ。あのあれがありますよね。あれ何？サンバイザー。あ？サンバイザー。サンバイザー。サンバイザー。まあこの建設業界でそんなこと言ったら怒られる。でこんなにでかい波板のカーポートも珍しいですよね。この長さっていうか距離っていうか。珍しいですよね。これ。なんとなく面も。杉杉はぎだもんねこれ。これ穴開いてる。杉はぎ。ああ。あ、本当だ。汗だよ。汗だよ。さんが見とったら一番笑ってくれるか。あ、これのちょっと、うん、大変さというか。大変さ。めんどくささじゃなくて。めんどくささじゃなくて。大変さね。大変ですね。大変ですね。はい。大変だと思いますよ。その面ですね。簡単だよ。すごい。もう2時ぐらいに終わる。どうやって組んでいくんですか。どうやって組んでいくの。だから普通に板入れて、でんでんって。でんでんですか。適当に沿ってね。で、中に折り返して。あ、ベランダのところで。ガラ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 。3階建てぐらいあるの、お前の家って。
屋根裏が広いですよ。普通の民間の3階建てって大体3時半ぐらいはかかるんだけど、はい、これは大体3階建てって真四角だから、うーん、お前って真四角じゃないから、はい、その分手間かかる。真四角だったらもうそのまま上に組んでいくんですけど、こうベランダとかがこうなってるからまたベランダに建てれないみたいな。上にまっすぐ上げるのは早いんだって。はい、自我組んであったら上に上げるだけだから、はい、だけど根絡みっていうやつを何回も組むとこの部分が分かるから、あーそういうことか。ベランダで再度根絡み、はい、あー下屋根とかある家とかも結構じゃ時間かかるの。かかる、だって外に組んでまた下屋根もかかるから、はい、2回足場組んでる。あーそっか、なるほど。分かってんの、理解できてる。でもそれぐらいでかいってことですね。伊藤くん家の家がでかい。2階建てでこんな大きいのなかなかないですよね。何階住んでる？4段ぐらい入ってないだから、あ、4段から下手したらこら、うーん、屋根が出てきたんだよ。ん？屋根が出てきたんだよ。めちゃくちゃ綺麗だよ。結構急ですね。うん、これやれね。あ？立て壊すよ。立て壊す。新しい家組んだよ、お前の給料で。なんで？朝から疲れたな、もう。暑いですもんね。うん。キレイって言わんと。シューペット。シューペット？みどりちゃんは？チューペットかな。チューペット。ポッキンアイスとは言わない。ポッキンアイスって何？いや、なんとなく分かったけど、ポッキンアイスでも、でも言わん。ちょっとありがとうございます。お願いします。お願いします。え？はい？なに？宣伝道場。あ、宣伝道場？あの、宣伝道場？マッチング。マッチングとお客さんと施工店をつなぐマッチングと求人道場、あと個人チャンネルです。私のチャンネルと足場班チャンネルと田崎ファミリーチャンネル登録お願いします。もちろんこのチャンネルもお願いします。また見てね。